いやー、久々にやってきましたね。こちらの店舗、前回来た時には台風だったんですが、今日も雨ということで、皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。久々に僕が今日来てるのはですね、グリーンレーベルリラクシング自由が丘店さんですね。まあこちらで今日はですね、皆さんに春の新作をですね、もう何点とあえて言わずにですね、どんどんしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。まあね、最近はですね、暖かい日が来たりだとか、急に気温が下がったりだとか、ちょっとね、気候が読めないんですけども、そろそろ皆さんもね、冬服を着るよりはですね、春物をどんどん取り入れたいなというタイミングかなと思うので、僕にとってはですね、もうホームと言っていいような、久々にGO グリーンレーベルさんの店舗にお邪魔しまして、こちらからですね、春物をどんどんご紹介していきたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っております。はい、ということで早速店内を見ていきたいなと思うんですが、階段登って正面ですね。いや、春らしいものがたくさん揃ってますね、皆さん。見てください。こちらのゾーンだとですね、このようなシャツですね。もうシャツなんかはですね、もうこれからのシーズンは羽織物感覚でこういった T シャツの上にさらりと着るのもとっても素敵ですね。まあ、ボタンダウンシャツでちょっとこの襟の形をね、固定できるのもなかなか雰囲気いいので、こういったシャツなんかもいいですし、あとは内側のね、こういったプリント T シャツですよね。このあたり僕はもう愛好家なんですよ。白プリント、白ベースに対してこのあたりのね、プリントが入ってるもの、やっぱり使いやすいんですよね。ロンティーなので、まあ今からすぐ着ることができるかなと思うんですが、まあ例えばアウター、今僕もね、こういったシャツアウター着てますが、その内側に着てあげて、まあ白ベースなんですけど、例えば、まあ僕はこういったオープンカラーなんですけど、ちょっとこのギリギリのところから柄が見えるだけでもちょっとしたアクセントになったりするので、すごくバランスがいいですし、あとは意外と、まあ後ほどご紹介しますが、ジャケットとかセットアップのインナーとしても使えることができるので、このあたりもすごくいいですよね。ちょっとね、こういったポップなデザインなんかも含めて、背中側にも入ってるので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね。そう、これはね、意外とプリント T シャツって探すといいものないので、まあぜひ皆さんもね、見ていただきたいなと思うんですが、まあ春らしいものたくさん入ってますね。そしてこちら見ていただくと、まあアウターですよね。ライトな着丈が短めのアウターなんかもありますね。このあたりはバブアですね。まあ別注でやってるものがあって、これもかっこいいんですよね。これもちょっと着てみたいんですが、後ろに回ってみましょうか。気になるのはこちらのマネキンに着ているこちらのステンカラーコートですよね。これはですね、僕の動画の中で散々使っているので皆さんもすでにご存知かなと思うんですが、ベージュですね。まあナイロンでできてるんですが、まあ最初からちょっとこうシワっぽい加工がされているので、こなれた感じがするんですよね。まあベーシックなコートだからこそ、ちょっとした素材の雰囲気だとか、そういったところでですね、カジュアル感出した方が使いやすいかなと思うので、このね、こなれ感はすごく使い勝手がいいです。で、ベージュはもう僕の動画の中で散々皆さんにお見せしてるので、ちょっとね、今回は違った色をお見せしたいなと思うんですね。ベージュの他にも、ちょっとこういった色の表記がライトグレーですね。このあたりもすごく雰囲気いいですし、ね、まあ、ベージュに比べると少しこう、より明るい感じになりますし、意外とブラック系のパンツとか、ネイビーのセットアップだとか、ビジネスシーンでも使えるので、これもいいと思いますし、あとは結構ですね、個人的にはいいんじゃないのかなと思ってるのが、このミディアムグレーですね。はい。ミディアムグレーちょっと見ていただきたいんですが、これね、ミディアムグレーという表記なんですけども、ちょっとこう、ブルーみが感じるような、春らしいカラーで、これ素敵なんですよ。ちょっとね、この雰囲気を見ていただきたいので、実際に羽織ってみたいと思います。はい、実際に羽織ってみましたが、いかがでしょうか?いい色ですね。このカラーはなかなかありそうでないんじゃないですかね。そう、やっぱりこうグレーという感じもするんですが、ややブルー感もあって、すごく春の雰囲気に合っていますね。ちなみに僕が今着てるのが、身長165センチ、53キロでですね、S サイズになりますね。僕は、私物で持ってるこちらのベージュに関しては M を着てるんですが、まあ割と S でも割とコンパクトめというよりは少しゆとりがあるので S でも OK なんですが、よりトレンド感出したい場合は M でもいいかなという感じですかね。まあボトムスはこういったホワイト系のパンツ合わせてもらっても、ちゃんと色の差つくので、ね、ぼやけたりしないですし、もちろんブラックのパンツからグレー系のパンツまで色々と合わせられるので、このカラー一押しですよ。
これは多分被らないんじゃないですかね。街で着ていてもステンカラーコードっていうとブラックかネイビー、これがもう最大の一番人数がいるところで、でちょっとおしゃれな人がベージュを着てる感じなので、なんかねちょっとベージュ持ってる方とかの違った色試したいなって時にはこういったミディアムグレーでちょっと選んでもらうと人との違いも出せるので、まあぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。そしてその並びにですね、バンドカラーシャツが入ってるんですよね。バンドカラーシャツも僕の動画の中では定番的な位置づけだと思うんですね。まあ大体これもストライプだとかブルームシとかそのあたりをご紹介することが多いんですが、こういったねちょっとライトブルーみたいな綺麗な色ですよね。これはいい色ですね。うん、春らしいカラーですね。これはですね、ミディアムグレーですね。まあ、ちょっと同じミディアムグレーでもまた雰囲気違いますが、同じ系統で色を入れてあげてもいいと思いますし、華やかな色味でちょっとこういったものを入れてあげてもいいかなと思うので、バンドカラーシャツの上にステンカラーコートみたいな合わせ方で、ちょっと差し色を使ってあげるのもいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、ちなみに、コートがですね、先ほどお伝えしたように、ブラックだとかネイビーを着てる方もいらっしゃると思うんですね。まあ、そういった時にちょっと春らしさを出すには、やっぱりこういう内側を綺麗な色持ってくるだとか、あとはボトムスをちょっとホワイトとかオフホワイト系で持ってくれば、ブラックネイビー系のコートも結構春らしくなるので、そういった意味ではこういった差し色の、こういったね、バンドカラーシャツとかも意外と使えるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、じゃあ続いてこっちのゾーン行ってみましょうか。ここもね、まあなかなか魅力的なものが多いんですが、まずはもうこのあたりは、もう言うまでもない名品ですね。オールマイイージーパンツですね。これは僕何本持ってるんだってぐらいですね、たくさん所有しているボトムスなんですが、ほんとね、いろいろとボトムスを買うし、試着もするんですけど、結局ここに戻ってくるぐらいですね、まあベースとして使いやすいシルエットですよね。もも周りに適度にゆとりがありますが、テーパードが効いていて、足綺麗に見えるというところでは、これは鉄板です。まあ色もね、たくさんありますので、ちょっとこの、何色って言ったらいいのかな、ちょっと待ってね。これは表記は、いや、ミディアムグレーですか。このあたりも、まあ、ミディアムグレーさっきから色々出てきますが、また全然雰囲気違いますよね。これもちょっとこう深めのミディアムグレーで、ややこうブルー味というかグリーン味も感じるような曖昧さが、なかなか素敵ですよね。これもなんかすごく素敵なので、まあ、ぜひ皆さんね、すでに何色か持ってる方も、追加で買ってもらうとだいぶ雰囲気がね、変わるんじゃないのかなと思いますね。はい。あとはですね、ちょっとニット見ていきたいなと思うんですけど、このあたりのニットがね、すごくいいんですよね。これはですね、ちょっとライトブルーの色味なんですけども、表面の凹凸感が結構しっかりめにあるので、割とね、こう、表情豊かなニットに仕上がってるんですね。まあ、ベーシックな丸首ではあるんですが、表面感というところで、ちょっと凹凸感があって、これは差し色に最高ですね。うん、意外と綺麗な色味のニットって探しても見つかりづらいんですね。まあ、このブルーか、もしくは、やっぱりニットのこのライトグレーっていうのもすごく使いやすいんですよね。こっち?これも使いやすいので、うん、特にこういったね、明るめのカラーっていうのは凹凸感あった方が退屈に見えないので、これまたすごく素敵なので、ちょっとね、どっちか着てみたいなと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか?やっぱりこの差し色としてのこのライトブルーはすごく綺麗ですね。なかなかこういった綺麗なニットって探しても見つかりづらいんですが、コートがこういったネイビーだとか、ブラック系の重ためのものでも、内側をこういった形で春らしいニットを入れていただければ、だいぶですね、活用がしやすいかなと思うんですね。それに合わせて白パンとかで履いていただければいいかなと思うので、逆にこうベージュ系とかの明るい感じの場合はこういったライトグレーなんか入れてあげて、下ブラックだとかダークグレーとかのボトムスで合わせてもらえば、まあ間違いのないスタイリングができるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、活用していただきたいですね。まあこの表面の凹凸感も含めてすごく使い勝手がいいので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。じゃあそのままちょっと横にずれていきたいなと思うんですが、まあ、ニットもたくさんありますし、まあこちらのゾーンですね。まあ、先ほど、まあ、僕も今着ているこちらのコートと、同生地を使った、こちらちょっとタンタケ系のスタンドカラーのジャケットですね。このあたりも
使い勝手がすごくいいんですよ。まあ、ロング丈のコートもやっぱり綺麗めに見えてすごくいいし、オンオフ兼用できるんですけど、休日だと僕もちっちゃい子供がいるので、こう、なんだろうな、下しゃがんだりすると下ついちゃうので、なるべくこう、丈の短いライトのアウターがあると便利だなと思うんですが、まあそんな時にこういったちょっと短めの丈のアウターで、襟がこうスタンドカラーになってるっていうのがちょっと最近のトレンド感があって非常に使いやすいポイントかなと思いますし、あとはね、こうスポーツブランドとかアウトドアブランドのロゴが入ってないので、私服にこう馴染みやすいってところではこれ使いやすいかなと思うので、こちらもちょっと着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、これまた完成度すごく高いですね。ちょっと今日は僕はホワイト系のパンツ履いてるので、こちらのね、ちょっと明るい色もいいんですが、ぼやけないようにちょっとコントラストを高めて、ブラックを着てみましたが、すごく雰囲気いいですね。こういったスタンドカラーのブルゾンって、一着持っておくとすごく便利なんですね。まあ、季節で言うと、まあ、暖かければもう今時期から着れますし、春も着れて、秋も着れるので、結構3シーズン近いぐらい使えるので、すごく便利かなと思いますね。肩のラインもちょっと落ちていて、ゆったりめのシルエットになっていて、まあ、表面はね、ちょっとこのシワ加工がしてあって、まあ、素材もね、すごくね、僕の好きな小松マテレというブランドのね、ものを使っていて、この価格帯っていうのはすごくありがたいですよね。ミリタリー感もちょっとあるんだけども、スポーティーでもあるというところ、そのあたりのバランスが非常にいいかなと思うので、まあ、こういったものを合わせて、ブラックの場合は下、明るめのパンツとか、あとは差し色で、先ほどのニットなんか合わせてもらってもいいかなと思うので、これ、すごくいいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。そして、まあ、触れたいものがね、いっぱいありすぎて困るんですけども、このあたりのね、スウェットもすごいんですよ。僕は最近ニットも好きなんですが、プライベートはほとんど、スウェット派なんですよね。まあ本当に楽で着やすいですし、まあニットだけだとちょっと綺麗な感じもいいんですが、たまには雰囲気変えたいなという場合はスウェットもいいなと思うんですが、触った感じがね、なかなか動画を見てるだけでは伝わらないと思うんですが、かなりこうふわっとした手触りになってまして、風合いがすごくいいんですね。で、ライトグレーでちょっと木感があって、これはね、大人が着てもすごく雰囲気がいいようなスウェットになってるかなと思いますね。中もふわふわなので、これは時期的にもですね、今寒い時なんかにも使えるし、ね、ぜひ皆さんにもスウェットは一着持っていただきたいなと思うんですが、すごく仕上がりがいいですね。こういったちょっとテック感あるアウターと合わせてもらってもいいかなと思うので、スウェットもぜひチェックしてみてください。そしてこっち側のゾーンに行きましょうか。まあ、こちらはやっぱりね、こう、春のライトな羽織物としてのですね、こういったカーディガンですよね。ちょうど使いやすい厚みですね。中肉厚で、あぜ編みのニット。縦にこうラインが走るような形になっていまして、すごくね、このあたりも使いやすいですね。で、肩のラインも落ちているし、まあリラックス感もあって、先ほど一番最初に見た T シャツ、ロンティーと合わせてですね、着てもらうのもいいと思いますね。まあこういったライトグレーとかであれば、ボトムス、ブラックだとかダークグレーで収めてもらえばすごくいいと思うし、ちょっと差し色っぽい感じで、このあたり着るのもいいんじゃないでしょうかね。これもいい色ですね。グリーン系ですかね。これはライムというカラーですね。このあたりで着てあげて差し色っぽく使って、コートの内側に入れてあげるのもいいかもしれないですね。結構このあたりも使いやすいと思いますね。そして個人的には結構ですね、ダークグレー。これもいい色なんですよね。これもかっこいいんだよな、ダークグレー。特に僕今日白パンなのでダークグレーなんかも合いそうかなと思うので、ちょっとこれを着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。これもなんか自分にとってはもう馴染みのあるスタイリングなので、すごくハマりがいいなと思いますね。今季はこうボーダー系のカットソーなんかも結構いろいろと扱ってるお店があるかなと思うんですが、そういったものの上にさらりと着ていただくだけでもできね、スタイリングが完成しますし、あとはこっちの T シャツもなかなかいいですよ。このプリント T シャツは見覚えある方もいらっしゃるかなと思うんですが、ちょっとね、ホワイトベースにこういったプリントの入ったものとカーディガン合わせてもらってもすごくバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひね、ちょっとこの辺りのプリント T シャツもチェックしていただくといいかもしれないですね。このカーディガンやっぱりね、使い勝手いいですね。あまりこう薄いカーディガンだと体のラインを拾ってしまったりするんですが、まあ、これぐらい中肉厚だと割と大人世代にもね、使いやすかったりするラインなので、まあ、ぜひ皆さんもね、気軽にチェックしていただきたいなと思います。そしてですね、こっちのゾーンに行ってみましょうか。まあ、シャツ系もね、いろいろと充実していますね。
まあ、ウォッシャブルトロを使ったこちらのシャツですね。これもね、色味がすごく曖昧でいいですね。まあ、ベージュという色合いになるんですが、まあ、ちょっとね、やっぱりこう、ウールの質感ですね。上品な質感も漂うので、コットンにはないようなね、すごく雰囲気、微光沢感が楽しめるような、そんな一枚になってますね。で、レギュラーカラーですごく羽織物としても使えるかなと思うので、これもいいですね。まあ、爽やかなブルー系か、もしくは、ちょっとこの柔らかみのあるベージュですかね。ベージュなんだけども、ちょっと甘くないようなグレイッシュなベージュというところがすごくいいかなと思うので、このあたりも使いやすそうですね。さすがこのあたりまで充実しているのはありがたいポイントですね。そして、まあ、このあたりのね、バンドカラーのシャツもね、ストライプの感じもいいですよね。うん。これは僕の動画の中で何度かご紹介したやつなので、皆さんもすでにご存知かなと思うんですが、まあ、ブルーの分量が多くてですね、かなり清涼感あるような、色合いになってますので、これも1枚あると便利だと思いますね。セットアップの内側とかにも入れてもいいかもしれないですね。はい。そして、こっちのゾーンに行きましょうか。このあたりもね、もう散々僕の動画の中で語ってきた、グリーンレーベルさんといえばカバーオールですね。このあたりも大鉄板アイテムですね。まさに今ね、この内側にはセントジェームスのカットソー、ボーダーのカットソーを入れてますが、こんな形でボーダーの上に羽織ってもらったりだとか、まあ先ほどのね、プリント T シャツにも着れるようなこういった、ちょっと薄手のカバーオールですね。デニムとかで作るのではなくて、ちょっと上品な見え方するような素材感で作っているので、このあたりは大人世代にも使いやすいかなと思いますね。これもね、ちょっと羽織ってみましょうかね。なかなか使い勝手のいい大名作なので、羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。今回はですね、ちょっと明るめのナチュラルですね。これを着てみました。僕はですね、結構このあたりのグレー系を好んで着ることが多いんですが、まあ春らしいこういった明るめのナチュラルもなかなかいいですね。ちょっとボーダーと合わせながら、さらりと着てもらうのもいいと思いますし、あとはね、先ほどご紹介したような、このあたりのバンドカラーシャツとかでも内側は良さそうなので、かなり使い勝手はいいかなと思いますね。まあね、秋冬にはコラボレーションでですね、カバーオール作らせていただいたんですが、もうちょっとこうライトに着るんであれば、これぐらいもいいですね。丈の長さもね、ちょうどお尻が半分ぐらい隠れるぐらいなので、一定の綺麗さもありますし、これはね、使い勝手すごく良さそうですね。明るく見せたかったらナチュラル。そして、まあ、こっちのね、グレーも良くて、白パンでも黒パンでも両方いけるので、すごく使いやすいですね。ちなみに、もう本当にね、このあたりのセットアップで組んでもらえば、簡単に着こなしも作れちゃうので、そういった振り方もあるかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、続いてですね、横にずれましょうか。このあたりはどういったアイテムのかな？フリーリッチっていうアイテムなんですかね。ちょっとこのあたりはですね、新しい雰囲気かなと思うんですが、実はですね、僕もうすでに履いてるんですね。こちらのアウターに合わせるのにちょっといいかなと思って、貸していただいたんですが、これがね、めちゃくちゃ使い勝手が良さそうなんですよね。で、素材としてはですね、ストレッチが効いていて、軽めの雰囲気になってまして、これはね、すごく使い勝手、単品でもいいんですが、実はこれセットアップにもなるような仕上がりなんですね。ちょっとこっち見てもらいましょうかね。これはまさにセットアップで着せてる状態なんですが、ネイビーのベーシックなセットアップなんですけど、僕自身すごく感じることがあって、最近こう、ビジネスウェアについていろいろと考えてるんですけども、サイズ感でも、まあ、ジャストなセットアップっていうのは相変わらず必要なんですけど、まあ、それだけではなくて、ちょっとオフでも着れるようなセットアップはどんなものなのかなって考えると、タイトなジャストサイズだと、かしこまった感じは出すぎてしまうんですね。なので、少しリラックス感があった方が、個人的には、オフでも兼用しやすいなと思っていて、そういった時にこういった、ちょっとね、素材的にもライトで、着心地も良くてストレッチも効いている。なおかつ、シルエットもそんなにこう、細くしてないでボックス型になってる方が使い勝手いいんですよね。で、それに合わせるボトムスも、やっぱりこう、現代的な、ちょっとゆとりをね、うまく取り入れたものの方が使い勝手がいいかなと思いますし、で、一応シルエットは2つ選べるんですよね。こちらの、オルマイージー型の、やや細身のものもあるので、まあ、どちらかお好みで選んでいただければいいかなと思うんですが、個人的には、やっぱりこの、ちょっとボックス型のジャケットに対して、ゆとりのある
ね、このシルエットのボトムスもいいかなと思うので、まあ、こっちで合わせたいなと思うんですよね。このような形で、まあ、内側、まあ、バンドカラーのシャツもね、同素材であったりするのでいいですし、先ほどご紹介したこれですよ。白ベースのこういったプリント T シャツなんかを入れていただければオフでも着れるので、結構オンオフ兼用でいけるんじゃないのかなと思うので、これはいいですよね。まあ、せっかくなので僕も上羽織ってみましょうか。セットアップですとどんな感じになるのか見てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。まあすごく軽くて着心地がいいですね。シルエットもやっぱりですね、定番的なグリーンレベルさんのジャケットに比べると少しゆとりがあるので、まあ、これぐらいのセットアップでも OK という職場も最近は増えてるんじゃないのかなと思うんですね。なので今僕はこういったボーダーのカットソーを入れてるのでオフで使えるような仕様になってますが、中に着るもの次第では全然お仕事でもいけるんじゃないのかなと思います。例えば丸首のニットですよね。このあたりをちょっと入れてみたいと。まあ、このライトグレーのね、丸首のニットなんかまさに入れていただければお仕事でも使えそうだと思いますし、モックネックのニットとかも合うと思いますし、あとはバンドカラーのシャツですよね。先ほどご紹介したこのあたりのライトグレーのバンドカラーシャツなんかを入れてあげても使えるかなと思うので、結構ね、使い勝手がいいようなセットアップが組めるかなと思うので、これはいいですね。まあ、ちょっとシャープに見せたかったらブラックで。やっぱビジネス感がちょっと出したかったら柔らかみのあるネイビーで、表面感もあってなかなかいい素材感なので、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、そしてちょっとこのあたりも触れたいなと思うんですが、まあ、カットソーとかトップスもいろいろとバリエーションある中で、これもね僕持ってます。はい、ハーフジップのこういったねトップス、すごく使い勝手がいいんですよね。で、襟がついていてちょっとポロシャツっぽい見え方になるので、これはね大人世代にも使いやすいような一枚になってるかなと思いますね。カラー展開はちょっとレッドとかホワイトあったりだとかするんですが、個人的にはこういったグレー系も使いやすいかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。それに合わせてあとはですね、ボトムスで意外とこれも良かったなと思うのがですね、こちらのデニムですね。デニムなんですけど、ブルーじゃなくてちょっとこのブラックベースのものが結構良くて、シルエットもですね、まあ、細い、いわゆるこうスキニーっぽい感じではなくて、まあ、テーパードは効いていて綺麗めな大人スタイルで、結構このようなもうベーシックで使いやすいデニムって今見つかりづらいんですよね。で、実際ですね、僕も動画で使いたかったのでこれ持ってます。なのでそれぐらい結構気に入ってるアイテムなので、結構大人世代ですね、40代以降の方なんかには、なんかデニムを新調するのであればこれすごく使いやすいかなと思うので、チェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではですね、グリーンレーベル自由が丘店さんにお邪魔しましてですね、春の新作の中から皆さんにお勧めしたいものをですね、かなり色々と試着をしながら皆さんにご紹介させていただきました。まだまだですね、寒い日もあったりするんですが、その中でもですね、春の新作を1点2点加えるだけでもだいぶ雰囲気が変わるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、オンラインですとかお近くの店舗でですね、気になったものは改めてチェックをしていただきたいなと思っています。またシーズンごとにですね、グリーンレベルさんの店舗にお邪魔しまして、皆さんにもですね、全力でおすすめのアイテムご紹介できればなと思いますので、これからの動画もですね、楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山修でした。また次回の動画もお楽しみに。